お急ぎの方は三木祐司です。今シーズンの最後で生放送でご視聴いただきありがとうございました。来シーズンは今シーズン以上に皆様に応援いただけるようなチームになりますよう僕も頑張りますので、来シーズンもバファローズのご声援をよろしくお願いします。1年間本当にありがとうございました。スタジアムリポーターの山田奈々子です。何より野球の楽しさ、素晴らしさを教えていただいた選手の皆さん、ファンの皆さん、スタッフさん、本当にありがとうございました。来シーズンは大好きなバファローズの一員としてより一層貢献できるように精一杯頑張ります。来シーズンもよろしくお願いします。
今までのが良ければそのままでもいいんですけど、っていうのを配慮してくれた上でのあんなに素晴らしい応援歌を作ってくれたっていうのはすごく嬉しかったですし、